ちは、感動の整理収納院名古屋の小川奈々です。この間仕事部屋の整理収納レッスンビフォーアフターを収録して YouTube にアップしました。ご覧いただけましたでしょうか。そのクライアントさんに以前手掛けたキッチンですね、そちらの方も YouTube で紹介したいんだけれどもって言ったら、ぜひどうぞってことだったので、今日はスライドにまとめて、また解説をしながら皆様にご紹介していきます。それではご覧ください。はい、それでは整理収納レッスン、食品が多すぎるキッチンのビフォーアフター紹介していきます。まず最初にビフォアはこのような状態でした。すごくね、綺麗なお宅なんですよ。それでバックカウンターのところも収納がたっぷりある状態でね、物が、まあ、収納が多いから物が入りすぎてしまうっていうのが逆に悩みだったりするという羨ましいキッチンです。日当たりも良くて明るくて、家事動線もすごくいいんです。収納がたっぷりとあります。こんな状態です。ビフォアの状態、まず釣り戸棚チェックしてみました。皆さんお気づきですかね、ここなんか問題あると思います。私がパッと見た時に思ったのは、重たいもの、こういう重たそうなもの、カセットコンロとか、ご飯作る時に奥様大体この辺りに立たれると思うんですけれども、まあ、その時に上から物が落ちてくると危ないじゃないですか。ポイントは頭より上に重たいものを置かないようにする。はい、そしてガスコンロ下をチェックしてみました。調味料がなんとなく使いにくそうだなと感じました。ガスコンロ下って便利そうなんですけれども、調理中に開けるとですね、結構前に引き出しがせり出してくる、ね、自分が一歩下がってお塩を入れたりしないといけないので、この場所で本当にいいのかなっていうのを感じました。そして手前のところ、一見綺麗に入ってるんですけれども、ジフみたいなもの、お掃除用品のものとか、のり玉、ここにふりかけが入ってますね。ポケットの仕切り上手に活用して入れていらっしゃるんですけれども、もう一手間かけてもいいかなという感じです。はい、そしてこのようなアフターに変更してみました。ここに並べることで奥様お料理をするときにこの場所に立たれますので、上からこうやって調味料が出てくる状態、そしてお料理が終わったら上に収納すればいいということで、私自身主婦です。お料理をする身なので、なんとなくこの縦の動線っていうんですかね、あんまり左に行ったり右に行ったりとかっていうよりも一歩も動かずに、調理ができると楽かなと思って、この場所に定位置を決めてみました。すごくね、喜んでいただけました。はい、もう一つポイントは棚板を下げるということなんです。これも引っ越したまま、新築建てたまま全然触られない方がいらっしゃるんですね。納品されたまんまこの高さをキープされる方が多いんですけれども、この高さって脚立がないと基本的に無理なんですよ。もう届かない高さになってしまいますので、かなり棚板を下げて、脚立がなくてもなんとかギリギリ、ボールとかに手が届くような、そんなところまで下げてきました。はい、隣の釣り戸棚になります。気になるのがね、ごぼう茶が結構あるなということで、左にも右側にもごぼう茶がありましたので、まず賞味期限をチェック。結構賞味期限切れていたので、今回思い切って処分をして、そしてあえてここの下段の部分、便利な場所は開けておいて、何か一時的にストックが増えた時に活用できるようにしています。はい、続いてガスコンロ下です。先ほど見ていただいたお写真です。この辺りと隣の引き出しのごちゃごちゃしたものを一気に解決していきます。私これ気になったのがね、調理器具の上にそうめんが乗っている、ね、この辺りが下から調理器具を出すのが面倒くさいだろうなと思ったので、どこか食品をまとめて収納できる場所、それを作ってあげたいなと思いました。お隣にちらりと見えている引き出しがですね、これ皆さんどう思います？ここでも全然いいんですけれども、収納ってやっぱり目の高さからももの付け根ぐらいが一番使いやすくて、その次に下段あたりが使いやすいので、結構便利な場所に
この使用頻度の低そうな箸がたくさん入ってるのはもったいないです。ポイントは軽いものは上に収納するということです。なのでバックカウンターの空いてるところに収納しました。はい、ガスコンロ下の空間引き出しになりますけれども、今これは試行錯誤しながら、キッチンどういうふうに収納したらいいのか、設計者はどういう意図でこのキッチンを設計しているのか、まあ、仕切りとか形的にここはラップとか菜箸、それからフライ返しを入れるとちょうどいい空間なんですね。なのでキッチンを製作したであろう方の意図に沿ってまずは収納してみました。それからチャック袋なんかは立てて収納すると上から取り出しやすくなります。鍋つかみも立てて収納、おろし金ですね、これも立てて収納。バックカウンター、ガスコンロの真逆にあるバックカウンターの上段が気になります。結構切り餅とかお餅がたくさん入っていて、この袋が引き出し閉めるときに引っかかりそうな状況、これを改善していきたいので、ガスコンロ下の食品を集めるコーナーのところに切り餅を入れてみました。これポイントですね。箱の上は切りましょうって別動画 YouTube でも、そういう引き出しの上手な収納法みたいなの1本作っていますけれども、現場でももちろん、やっているテクニックになります。はい、ビフォーアフターということで、変わったの分かりますでしょうかね。引き出し開けて一番すぐの便利なところに、この奥さん、おうどんとかきしめんとかお好きなのかなと思いましたので、こういうね食品なんかをたくさん収納しました。ポイントは上から見て分かりやすくということです。だいぶ使いやすくなりましたね。そしてきしめんとかそうめんとかもう開封してしまったものはやっぱり乾燥しやすかったりとかしますので、こういうチャック袋透明のものがよろしいかと思います。はい、今度はキッチンの、ガスコンロに向かって右側の真ん中の引き出しのところになりますけれども、もともとねザルとかボールとかが入ってた空間なんですよ。ザルボールでもいいんですけれども、ザルとボールはできるだけシンクの方に、移動させてあげて、ここってすごく便利な場所なので調味料のストック、それをね固めて収納していこうと思いました。でこの糊がですね、実は先ほど調味料ストッカーをたくさん入れた釣り戸棚の中から横に寝かせてこうガサガサっと落ちてきそうな感じで糊が入ってたんですね。なのでこちらのちょっと低い太ももぐらいの高さの引き出しの方に、下ろしてきて、糊が倒れないように何を使っているかというとディッシュスタンドですね。お皿を立てる収納グッズ、これがこのお宅で余っていたので、なんと糊立てに使わせていただきました。こうやって使うのはおそらく私も初めてだったと思います。はい、その隣にはふりかけ類が結構ありましたので、ポイントは賞味期限を手前に置く。のり玉すき焼き味道楽、この丸美屋さんのすごいなと思ったのは裏を返してもすごい分かりやすいんですよ、タイトルが。これ素晴らしいですね。はい、なので正面向けてなくても全然大丈夫、裏を返して賞味期限がチェックしやすいようにしました。ここですね。はい、それからビフォーアフターということで全体的なものを見ていただきましょう。このような状況になりました。すごく便利な場所なので使用頻度の高いものを固めて収納しています。麺類とかそれからそうめんをガスコンロ下に振ったことで、こういう調理道具なんかが使いやすくなったんじゃないかなと思いますね。こだわったポイントはこちらです。上から見て分かりやすいようにする、かなり贅沢な使い方ですけれども、上から見た時にタイトルが分からないとついつい賞味期限が切れてしまいますので、もう思い切ってパッケージを上にして、ポイントは上から見て分かりやすいようにです。はい、それではガスコンロの一番下段の引き出しを一緒に見ていきましょう。ワンちゃん飼ってらっしゃるので、ワンちゃんのグッズ、それから、ベランダが近いので干し野菜のものとか、それからはたまたマジックリンなんかが横に寝かして収納されてます。これは
おそらく引き出しの高さが足りなくて横に寝てるんだと思うんですけれども、まあ、液体が漏れてしまったりとかするといけないので、なるべく立てて収納したいですよね。このように改善をしていきました。ポイントは物をなるべく重ねないということです。上から見て分かりやすいっていうのは先ほどのポイントと一緒ですし、あんまりね、ジャンルの違うものを上にかぶさるように重ねないという工夫をしました。さて皆さん、ここで質問です。すり鉢はどこにあったでしょう？覚えてる方、どこにありましたかね？実は釣り戸棚の上にあったんですね。これは上から落ちてきたら危ないよということで下段に持ってきました。続きまして、バックカウンターの、こちらですね、右側の下段のところの引き出しを2つ同時に見ていきましょう。奥様お料理がとてもお好きなので調味料たくさん持っていらっしゃいます。お隣の引き出しにも、この程度入っていらっしゃいます。この左と右の引き出しを両方足して全部賞味期限をチェックして残したものがこちらになります。引き出し1つで済んでしまいました。ここの部分にね、入れ込んでいきました。ポイントはですね、上から見て分かるように蓋にラベリングをするということです。私この時一人で入っていて、奥さんもずっと不在の状況で、小川さんは好きなようにやってくださいということで、4、5時間ぐらいキッチンに向き合っていたんですけれども、ラベルライターで打つとですね、ちょっと時間がかかるので、この日は全部まあ手書きでザザッとね書いていきました。はい、かっこよくやろうと思ったらもちろんラベリング、ピタチキューブとかで打ってもらうといいんですけれどもね。はい、お隣に行きます。ベランダに近いところの引き出しにフライパンの蓋類が、結構ね、重ね合うように入ってる状態、そしてアフターはこのような状態です。立てて収納すると。これ私ね、別にね、立てて収納したかったわけではないんですよ。ただ奥様がこの収納用品がずっと使えずに余っていて、ガスコンロ下の引き出しの中に、ずっと待機されてる状態だったんですね。小川さん、これ使うところない、これどっか出番ないって、キッチン見に来られるたびに聞いてこられるので、なんとかどっかで使ってあげたいなと思って立てて収納することにしました。このあと実は続きがありまして、奥様が、私のこの作業を見てちょっと足りなさそうだなってことに気づかれて、収納用品をね、買い足しに行かれて、こんなように変更されましたよということでお写真を送ってきてくれました。どうですか、すごい綺麗にね入れてくださって嬉しい限りです。クライアントがさらにカスタマイズしてくれるって、すごく嬉しいことです。私は 100% やりきることはなかなか現場でできないと思うので、維持管理だったりもっと良くするっていう方向に意識がね向いていってくれるとすごく嬉しいなと思います。そして奥様、コツをつかまれたみたいで、フライパンも立てて収納しましたというふうにお写真を送ってきてくれました。嬉しいですね。見て学ぶのがすごく得意な奥様なので、真似がうまい、そして応用していくことがうまいということで、今すごく楽しくね奥様と一緒に整理収納を続けています。はい、それからゴミ袋の収納を引き出しに入れると結構難しいよってお話を実は以前に YouTube で、お話をしています。これにつきましてはおすすめのゴミ袋収納とか、その中にどうやって収納すればいいかっていうのも YouTube で 別動画で撮ってますので、よかったらこちらの方をチェックしてみてください。はい、続いてバックカウンターのこの引き出し2杯同時に見ていきますね。まず上段のところはですね、キッチンツールとかティーバッグなんかが入った状態、そしてで下の引き出しはサランラップ、テーブルダスターの予備とか、ゴム、手袋の予備なんかが入っている状態。これら2つの引き出しをこのように改善してみました。上段の方はドリンクコーナー、ね、ちょっとテンション上がりません？隣で、お茶をセットして、入れられると思うので、その時にティーバッグだったり、ティースプーンだったり、そういったものが出てくるといいかなと思ってグルーピングしてみました。次の段はラップ類ですね、それからキッチンペーパーとか、よく使うのはガスコンロ下に入ってます。こちらはどちらかって言ったらストックですね。未開封のものなんかを常備して、ストックも、何が何本あるかわからないとついつい買いすぎてしまうということが、
往々にしてありますので、アルミホイル2本持ってるクレラップの台が2本あるってこと、引き出し開けるたびに確認してもらえたらいいなという、在庫管理が楽になる収納にしました。はい、そして、こちらはバックカウンターの、上段部分と下の引き出し部分、これらに散乱しているものを組み合わせて一つの引き出しに収納したのがこんな状態です。上開けたり下開けたりってごちゃごちゃになるとですね、動線距離が長くなるという、時間がかかるというふうなデメリットがありますので、この引き出し開けたら食べたいもの飲みたいものがザザッと出てくるようなね、そんな仕組みに変えてみました。ここでも蓋の上はね切っています。はい、それからビフォアの写真ですが、アフターこのようになりました。お鍋類とかそれから洗剤類とか、調理器具と洗剤類が一緒に入っているのもどうなのかなっていうのがありまして、こちらのアフターの方では、直接口に入れないようなもの、そういったものをなるべく左側に固めて、なおかつ仕切りもちゃんと作って、液体が直にね、直にねくっつきにくいような、そんな仕組みにしてみました。隙間のところにちょっとカゴを入れておくとですね、物が倒れにくくなるという効果がありますので、収納用品は手持ちのもので結構なので、ちょっと使っていただくと便利かもしれないです。四角く区切るというのがポイントです。はい、そしてお隣のまた引き出しに戻っていきますけれども、こちらはね、先ほどちょっと紹介しましたけども、お餅なんかが入っている引き出しありましたよね。これはガスコンロ下に行きましたので、なんと、1段引き出しが開きましたよというところになります。現場のビフォーアフターは以上となります。皆様いかがでしたでしょうか。とても立派で広くて大きなキッチンでしたよね。収納庫がたくさんあればあるほど、どこに何をしまえばいいのか悩んでしまうと思うんですけれども、整理収納で定位置の仕組みを作ることで、奥様すごくねお料理するのが楽になったというふうにおっしゃっていただけました。何かお困りなことがございましたら、整理収納レッスンオンラインも実際に行くこともやっておりますので、よかったら声をかけてください。YouTube がおかげさまで200人の登録者数を超えてきました。皆さん本当にありがとうございます。 YouTube 本格的にやっていこうって決めたのが2021年の暮れ、12月の22日ぐらいだったと思うんですけれども、そこからちょっと助走期間でトライアルでいろいろ撮ってみて発信をして、ちょっとずつ100人を超えて、それからどこまで伸びるのかなと思ってたらね、本当にこうあっという間に200人っていうのを超えて、感謝の気持ちでいっぱいです。引き続き、良質なコンテンツを作っていけれるように頑張りますので、ぜひチェックしてください。それではまた。